1、50スケール。スケールは、スケールモデルに使用される、縮尺の一つで、主にダイキャスト製の建設機械などの模型に、使用されている。1、50スケールは、主にメートル法を常用する国で、使用される縮尺で、スケールモデルでは、ヨーロッパのメーカーから発売されている、ダイキャストモデルなどに使用されている。1970年代頃までは、 日本やヨーロッパのメーカーから飛行機などのプラモデルも発売されていた。また、日本ではソリッドモデルの標準スケールとなっている。150スケールは航空機や戦車などのプラモデルの標準スケールである148や鉄道模型に由来する大スケール143.5から148に近いため、それらの模型と組み合わせることも可能である。 1>, 1、50スケールのダイキャストモデルは、コンラード、テクノ、NZG、W アサイ、ライオンイスなどのヨーロッパのメーカーから発売されており、建設機械、タワークレーン、トラック、バスなどが製品化されている。これらの模型は、実物のメーカーが、販売促進用に顧客に配布するための公式モデルとして作られることも多い。また、 アメリカでよく見られる金属プレス製の建設機械の玩具に比べるとサイズは小さいが、ヨーロッパでは子供の玩具としても人気がある。1960年代には、日本では国際標準スケールである1、48はまだあまり普及しておらず、1、50スケールのプラモデルが多数作られていた。航空機のプラモデルでは、マルサン商店、富士見模型、 タミヤ模型などが1、50スケールでシリーズ展開を行っていた。マルサン商店は日本で最初に国産プラモデルを発売したメーカーであり、1968年に倒産するまでに1、50スケールの航空機キットを日本機と外国機を合わせて30点ほど製品化している。ただし、外国機のキットはその多くがモノグラムやリンドバーグなどのアメリカのオーカーの1。 48スケールキットをコピーしたものだった。マルさんの倒産後、一部の製品は日本模型と富士ホビーに引き継がれて再発売が行われた。日本模型に引き継がれたものはスケール表示を148に変えて自社製の148スケールキットと共に生産が続けられ、その一部は2011年現在でも入手が可能である。 富士見模型は1966年から1969年までに150スケールのジェット戦闘機とヘリコプターを十数点発売した。1970年からは新規に開発する製品のスケールを148に変更し、従来の150スケールキットもスケール表示を148に変更している。 タミヤも K も1963年から1967年までに1、50スケールの日本機を11点発売している。1972年から新製品の開発は1、48に移行し、旧製品のスケール表示の変更はなかったが、1978年に1、50キットはすべてカタログから消えている。ただし、公式戦、最運、99艦爆。 定式水管など後期に発売された製品は、その後も何度か、数量限定で再生産されている。また、今井科学、大滝製作所などからも1、50スケールの航空機キットが売りされていた。戦車関連でも、1960年代から1970年代にかけて、LS、大滝製作所、今井科学などから1、50スケールの戦車キットが発売されている。 大滝の製品は、大滝の倒産後同社製1、48、スケールキットと共に、アリー製作所に引き継がれ、再発売が行われている。鉄道車両関連では、1960年代後半から1970年代にかけて、大滝製作所から、蒸気機関車のキットが8点ほど、ジンタオ文化教材車から、電気機関車のキットが7点ほど発売されている。 1>, 1、50スケールは、鉄道模型の大ゲージに近い縮尺だが、日本の大ゲージ、およびオジェゲージ愛知、四45スケールが主流であり、スケールにして、約10%の差があることもあって、これらのキットは、大ゲージでの走行を考慮しない、ディスプレイモデルとして作られていた。また、ジンタオの電気機関車は、車体内部まで再現されていた。大滝の倒産後、蒸気機関車の金型は、 アリ製作所、現、マイクロエースに引き継がれ、2011年現在でも一部の製品は入手が可能である。人オの電気機関車は1990年代以降、長らく生産が休止されていたが、2011年11月からの復刻再生産が予定されている。日本国外では、1960年代に、フランスのエレールからジェット機とヘリコプターの位置、 50スケールキットが約20点、イタリアのアルティプラストからも、第二次世界大戦時と戦後のイタリア機を中心に10点発売されていた。アルティプラストの金型は後に、チェコのスマーに移り、一部の製品は2000年代まで流通していた。木材を削って、飛行機や船などを作るソリッドモデルは、日本では1950年代に普及し、プラモデルの登場後も、 各地のソリッドモデルクラブを中心にプラモデルとは距離を置いて活動が行われている。図面を元にした自作が基本のため図面の作成が容易な位置50スケールが航空機ソリッドモデルの標準スケールとして使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。